Hello, this is Gifu Nair, Yokohama City, Japan. The Yokohama Daily Conversations again to you, October the 19th, 2022, Wednesday, before noon, 16 degrees of Celsius, 10. 55am 今日はあの、男子、男子についてね、お酒をやめる、あの、私なりのね、うん、考え方一つちょっと申し上げたいと思います。2022年、 10月19日水曜日午前10時55分ねあのー、お酒でね身を持ち崩す人っていっぱいいるんでしょ私も5年間ほどね24時間お酒を飲みました痛みに耐えかねてね私がお酒を飲み始めたのは 60歳ね, <laughs> ね60歳でお酒をねやめられた理由はね <laughs> 痛くなくなっちゃったから体が <laughs> ラッキーでしょ全てね輸血のおかげそんな医学的根拠はないですけどまあそれ過去に述べてはありますからねうん、見てちょう <laughs> ねあのー、で ね、自分がその痛みからあの何解放されちゃってのんきなこと言ってんなよって思われる方もいると思いますがいいんですよのんきなことを言いたいやつって多いから私に限らずほでそれはまずねお酒はいっぱい買ってくるんですいっぱいもう3日4日じゃ飲みきれませんよっていうぐらいぐらい,いっぱい買ってくるんですで その、お酒で身を持ち崩しちゃう人はお酒が口に全く合わずお酒が全く喉を通らない人っていうのはお酒で <laughs> 身を崩さないでしょ基本的に。もうまずくてまずくて口に合わなくてそんなの買おうお金がないんだけど毎日いっぱいお酒飲んでるって人はまあたくさんはいないと思うよ。 中にはいいると思いますこんなの飲みたくないけどグビッ、ね、飲むともう何ちゅうの胃潰瘍とかなっちゃってそこら中から血が出てね飲むたんびに病院行くのに行って手術して助けてもらってまたまたグビグビッと飲んじゃうっていう人もいるでしょうけど基本的に酒が口に合わなきゃ飲めないよ飲めない。 まあ言ってみればさ食べ物で言ったら分かりいいよね。ああののー、例えば草屋の干物、あれ美味しいんでしょだけどすごく臭いいじゃないで、草屋の干物が大好きなんだけど都市部でそれを焼こうったらまああんた近所中から怒られちゃうっていうか品種買うでしょほんと食べたいのに食べ,たくない食べれないなーってそれは食べたいのに食べれない。 そうじゃなくてそんなの食わないよっていうのを毎日毎日食うってことはまずないよまずないなぜならお腹が空いたら美味しいもの自分の好きなもの美味しくなくても体に栄養になるかな長生きできるかなっていうものを食べるじゃないねそれと一緒まずビールをねまあビールが好きならビールね で買ってくるビールが一番自分が大っ嫌いなビール世の中でこんなまずいビールはないよっていうのを山ほどか買ってくるわけ玄関にもいっぱい、ね、それをかき分けてもかき分けても玄関開けて外出れないぐらいいっぱい買ってくるの。ね、で食べるものがないほらもうそういう方たちっていうのはじゃあラーメンをいっぱい食べて。 だからご飯をいっぱい食べてまだ足んなくて日本そばを食べたりスパゲッティを食べたりあのお餅を食べたり腹、ね、いっぱい,い,っぱいに食べて腹が裂け,ちゃいあの裂けちゃいそうなほどいっぱい食べてなおかつ さあ、これから大っ嫌いであの体を滅ぼすお酒を飲みましょうって人はあんま少ないんだよ。なぜかって言うとててのおお金をお酒に費やしちゃってるから、ね、健康な食事を3度3度腹いっぱいもうくく首もうく口ちょっと開けて息吸ったらザーッと出ちゃうぐらいここまで食ってからさあ大っ嫌いなお酒を身を滅ぼすお酒を飲みましょうってことでまずないから。ね 腹ペコでグビグビビ飲むからたときに、ね、腹ペコっていうことはねさあこれからねマラソンをねトロトロね24時間ぐらいかけて42.195キロ走りましょうって人はあんまりいないんだよ。ね、で今は何でもこのピッポーパーポってやれば配達してくれるでしょ。ね その時に自分の世界でこれ以上まずいビールはないよというビールをもうありがで全部買っちゃうわけ。ねそんで配達員の方にね「あご苦労さん」っつってまああのねこの付け届けがなんかしてたで玄関に入れるじゃない玄関というかまず玄関に近いところからそこでどんどん配達員の方に入れてもらってね 一ケースぐらいは「ああの運転手さんこれねお礼です」ってねもらったはもう困っちゃう「おお客さんこの世界一まずいビールいらないよ」とは言えないからね「ありがとうございます」って言うだろうけどさ「うん、いやあのねお酒が大好きだあいや僕私あのお酒飲めないです」いい,い,いじゃないじゃあ近所の人にあげるなり「うん僕私 独居人でお友達もいないからあげる <laughs> 早く言えよ8分21秒、ね、でまあ100ケースただでいっぱいもらっても飲めませんっていうのをもういっぱい100ケースぐらい買ってねで玄関に全部置いちゃうねもう出ていかれないでしょ でお腹ペコペコで食べるもんないんだから冷蔵庫空っぽなんだからねすべてのお金をお酒に費やしてる人だからねやっとこやっとこよたよたなんだからねそんで「はああお腹すいたな食べるもんないなあさあ身を持ち崩すビールを飲みましょ」うって時世界で一番まずいビールなんだよ、ね、これきゃあえぬかでも飲みましょうって「まずいなでも飲みましょ」うって ああ俺なんてバカなことしてんだろうもっと口に合う美味しいビールを買えばよかったなってなるじゃないねでももういっぱい買っちゃったんだから外はって出れないほどヨタヨタなんだからで食べ物はそれっきゃないんだからねでピポーパポーやろうにしても有り金全部使っちゃって酒買っちゃったからほんとピポーパポして友達にさあのよー 酒飲みたいからちょっと酒持ってきてくんねえかなって頼んでさ、ね、そのお友達はその人が酒で身を持ち崩してるの分かってんからさうーんそうかいねどうしてもそうかいねって言ったらその人が買ったのと同じね世界で一番まずーくてその方もそのビールが大嫌いなのを一ケ所買ってねコンコンってやって。 あのー「買ってきたよ一ケース」っつってさまず玄関開かないじゃん。でもうよたえたでさ「よっこらせやっこらせ」ってやっとこやっとこ開けてで、ドア開けてさ「はいどうぞ」ってもらったのがその同じまずいビールでさ「へえこれじゃないの欲しいんだけどな」って言われた時じゃあもうじゃあ「いや俺よこのあとちょっと行くとこあんからとりあえず置いとくからさ いいららななかったら飲まなきゃいいじゃんじゃあな。ではってお買い物に行けねえからピポピポ全財産使っちゃったわけだからさああと思ってさでまた次の友達にさあのビールを届けてくれないかな「はいそうもう買ってきた!」って「世界で一番まずいお前の一番大嫌いなビール」っつってさそれだけの話。 そういういい方法はかかがですかね口に合う美味しいビールを買うんじゃなくて口に合わない絶対飲みたくないビールを山ほどだって置いといたらどうです <laughs> さあ今日もビール三枚して身をもつきずしましょうっつった時一番まずいのだとさ俺ってバカだなって気がつくよ。じゃあそういうことでそうしなさいっつってんじゃないよ。 こういういい方法はかかがですかお酒をねお酒で身を持ち崩しちゃってなんとかお酒やみたいなと思ってる方でね何かいい方法はないかなっていう方にはねやってみる価値あると思いますよ午前11時6分2022年。 と<ど> <laughs> 今日なんかもう酒飲んでないのにさ <laughs> 日付いるのにうんとやったあと10月19日ね2022年2022年10月19日木曜日11時07分ね午前でちょっと昨日はね夜あのさ 13度、また朝13度でさ、でもこれね、昨日撮った時はこれでしょ、お買い物昨日これとこれ、上をね、うん、これで行ったの。で、これ、なんかね、ちょっと魚の匂いがするの、味100万匹焼いてたのがね <laughs> で、ちょっと臭くてに、魚好きなんだけど、ね、魚の匂いがさ、うん、で、そういうことでね、13度だったよ、昨日の夜。 昨日の夜っていうかねあ私毎日ね15分で終わ,ら終わらそうかね13分30秒あ私毎日ねお母ちゃんのご飯が終わるじゃないねそんともう寝ちゃう2時間ぐらいだ大体まあ6時ぐらい終わると、ね、それから家ち帰ってきてまあ二時間から2時間からほんと9時ごろ9時ごろ目が覚めんだ そんでそんでもう一日が始まっちゃうけど次の日がもう午後9時から。で、1時、2時ぐらいになって、またちょっと寝ちゃうんだよね。2、3時間。そんな毎日です。ね。あの、ね、ほらもう。何食べても。OK。うん。今試してないのね、 甘いもんとね <laughs> それから日本茶うん何食べてもねバーンってさ先にはなくなったうんだからあの輸血のおかげでね腸内環境それから免疫が100%以上ねすごい、はあ、14分47秒じゃ次はねパブリックドメインをやりましょうかねさようならごきげんよう。 あの指のマークがどこらへちゃうかね。これ、これ。えー